写真拡大。7月23日へ、準備完了。阪神、藤浪晋太郎投手、26が16日、ウエスタンオリックス戦、オセアン BS に先発し、7回4安打無失点。7奪三振で最速157キロを計測した。新型コロナ感染や右胸の筋挫傷など開幕から2軍暮らしだったが、いよいよ1軍へ。23日の広島戦、甲子園にも今季1軍初登板となりそうだ。シュッと大きく息を吐き、剛速球がうなりを上げた。もうあの頃の藤浪の姿はない。マウンドで自信をみなぎらせ、次々と打者をねじ伏せていった。ここ2軍で普通に投げられないと上1軍でどうこうという話にならないので、最低限の出来だったと思う。多少のコントロールミスはあったけど、ある程度意図を持った投球ができた。圧巻だったのは5回だ。一進二塁で高卒3年目の広沢を2球で追い込むと、次の外角低めへの直球はわずかに外れてボールの判定。それでも外角の同じコースに151キロを続け、見逃し三振に切った。今季最長の7回97球を投げ、4安打3四球無失点で最速157キロ。右胸の軽度の筋挫傷から復帰した6月19日の日本生命との練習試合から実戦4試合で16イニング無失点とした。もがいてもがいて復活の糸口をつかんだ。3月下旬に新型コロナに感染。遅刻が原因で無期限での2軍調整が決まった6月からは毎日のようにブルペン入り。気がつけば大阪桐蔭高志時代のようなインステップ気味の投法が戻っていた。プロ入り後に故障防止のため矯正していたが、結果的には縛りをかけられることが力みを生み、制球難に拍車がかかっていた。幸田2軍投手コーチは自分が投げやすいフォーム、それを考えて、そういう感じになっているんじゃないかなと話していた。藤浪も好投できた理由に、リリースのタイミングと手応えを口にした。この日、1軍のヤクルト戦では中田が5回途中3失点で降板。矢野監督は試合後に、今日、慎太郎、藤浪も良かったんでしょと自ら切り出し、昇格を検討。1週間後の23日の広島戦で今季1軍初登板の可能性が高まった。藤浪は、まだ2戦なので、これからもしっかり頑張って結果を残していけるようにと気を引き締めた。トンネルを脱出し、自信を取り戻した藤浪が甲子園に帰ってくる。折原昌平。